全国3000万の人工地震兵器ファンの皆様こんにちは。現在ね、ロシア、ウクライナ、こちらの方でね、侵略戦争が継続して行われております。私は思うんですけども、こういった時のために人工地震兵器があるはずなんですけども、うんともすんとも言ってないのは一体どういうことなんですかね。日本で地震が起きた時だけ人工地震だとか言ってね、言う人がいるんですけども、これはなんで兵器として存在している人工地震兵器が実際の戦争に使われないんですかね。で、戦争じゃない時に兵器なのになんか使われてるというね、一体どういうことなんでしょうか。もう私なりに結論を言いますと、人工地震兵器をまあね、今運用している会社がちょっと財政難でですね、今みずほ銀行からお金が借りれるか借りれないかっていうギリギリのところに来てるんで、それどころじゃないっていうことなんだと思うんですよ。でお金が借りれたら、高騰したガソリン代がまた払えてね、ガソリン注入して人工地震兵器稼働開始みたいなことになるんですけども、私の掴んだね、サルス時間の情報によると、ビッグモーターっていう中古車販売大手がありますよね。実はビッグモーターも裏で人工地震兵器になんかちょっとね、お金を回してたんじゃないかなって思われてるんですよ。で損保と組んで人工地震兵器でガーッと揺らしてね、そこの保険金をたんまりいただこうという寸法と、人工地震兵器で壊した車を修理するで、修理で預かった車をさらに壊してね、もう粉みじんにして、で修理代をお客さんに請求し、保険会社とも結託するみたいなね、そんな流れなんじゃないかなと、思わないでもないんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。こんな時になんで人工地震兵器が動かないのか、そんな疑問を持ったあなたはもうすでに人工地震兵器ファンでございます。お疲れ様です。